プーチンさんってどういう人？ちょっと怖くて聞けないような気もするんですが、まあ、プーチン大統領今でも大統領ですから、あの菅総理の交渉相手ですから、あんまり赤裸々なことは言えませんけど、言えませんけどね、プーチン大統領というのはやっぱ約束は守る人ですよね。あ、約束は守るんですよ。それと同時にやっぱ柔道をこよなく愛したんですね。で、日本に来られた時にですね、講道館に行ったんですよ。で、講道館ね。で、演武を見たんですね。で、私先に着いたんだけど、私のように柔道をやったことのない人と、柔道家ですね、違いは何かってすぐ分かったんだけど、こう畳がある講道館、でかい畳があるんです。そうすると私のSPなんかも含めてですね、柔道やった人はね、一礼するんだな。あ、なるほど。畳の上に上がった時に、私はそうじゃないから、ただたさっさ歩きたいと、あ、一礼するんだなと後で気づいて、帰りはちょっと一礼したけど、警察の人たちはみんな大体やってるから一礼してる。で、私ね、プーチンが一礼するかどうかって注目したんですよ。彼は深々と一礼した。入ってくる時にね、あと柔道家なんだと。で、彼が言ってましたよ、その、自分はもし柔道に出会ってなかったらね、悪い道に進んでたんじゃないかと。そうですか。言ってましたね。なるほど。もちろん、それは、人の評論によるとそっちの道に進んでも相当進んで相当言ってると思いますよ。怖いもんね。ちょっと発言はいいですけど、これ私の発言じゃなくてそういう人がいるってことですね。これ言えないかもしれませんけど、プーチン大統領は常にこう遅刻するっていうか、すごくこう時間を持ってるのがあるっていう。そうですね、長友の会談の時もね、大体みんな大体あのプーチンにみんな待たされたことのないあの経験のある人はみんないないというか、みんなとかそれはローマ法も、メルケル首相もですね、ローマ法もメルケル首相もなんか時間数時間単位で、で私も2時間ほど遅れましたね。まあ中戸だったんで温泉入って、一応親父のお墓もあったんで墓参りをし、で温泉入って、でもう一度どう対応していこうかって練り直しましたもんね。